いつもとは違って夕方からのスタート、今日が何日目なのか分かんないですけど、まあ、ちょっと翌日ということでタイトルみたいなのを出してるかと思いますが、ここは香川県高松市、目の前にありますのは高松駅からもほど近い高松城市です。この高松城は日本三大水城というのかなの中の一つだそうでして、このように海水が引き込まれています。その証拠にこちらたくさん魚影がありますが、うようよしておりますのは楽を覚えたタイです。なぜ楽を覚えてるのかっていうと、これですね、これこんなやつなんですけど、これね、お金払って100円かなんかでタイに餌やれるんですよ。で、タイもそうするとあそこの先っぽから餌が落ちてくるっていうのも覚えてますんで、まだかな、まだかなとここで待機しているわけです。タイに餌やるぐらいだったら自分の餌の面倒をもっとも思うんですが、まあ、最近でもですね、おかげさまで塩数そんなに減ってません。タイガンジョージュ。ガラガラガラッ。ここにこのカップのこれをこう入れるとサラサラサラと抜ける仕組み、はい、やってみましょう。おお、あ、大変そうだ。これは一緒にね、たくさんやった方がこういうの面白いと思うんですよね。はい、いきますよ。おお、ほら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 、食え食え食え。おお、やっぱ鯉と違ってこう側面が見えた時美味しそうですね。あ、立派だみんな。あ、面白いなこれ、というのが高松城の楽しみ。もう餌はなくなっちゃいました。この間トラックとの衝突事故を起こした京浜急行、そこで使っていた電車がこの琴平電鉄では使われているので、その京急で使っていた赤い復刻をした電車もあります。市の中心部河原町に行けばうどん屋さんはたくさんありますが、市の玄関高松駅周辺にもたくさんうどん屋さんがあります。我が横浜国大のミスター、熊本くんのですね、出身地がこの高松なんですけども、ここは美味しいとお勧めしてもらってます。JR 四国と確か資本関係があったはず、メリケン屋駅前にあります。安いのでは210円から、ざるうどんが300円、ぶっかけうどんは350円、小というのがうどん一玉、中は二玉、ここは中という言い方はしないのかな、小大特です。いつもは冷たいのしか食べないんですが、温かいものでは釜玉が例外です。大盛りにしました。400いくらだったな、そんなに高くありません。またこちらは水ですが、ここはね、冷たい氷入りの水が飲め放題、大変助かります。それから青ネギと天かすも取り放題、いいね。これ卵はおじさんが混ぜて出してくれます。これにだし醤油をかけて食べます。まあ、このぐらいでいいかな、足りなくなったらまたかけりゃいいですからね。よし、おはようございます。翌朝なんですけど、いきなりね、翌朝になりましたが、今時刻はね、多分、5時30分、48分、もう結構過ぎてるな。高松の朝は早いです。昨日行った讃岐うどんがこちら、これよりもっと奥に朝の5時からやってるうどん屋があります。このうどん屋のご主人はうどんを打ち始め65年だと聞いています。なんでこの朝早いうどん屋が多いのかわからないんですが、結構ね、高松はそういうのが多いんですよ。で、朝からまあお客さんもいるんですけども、多分製麺所みたいな、麺自体をどっかに下ろすようなこともやってるから、それで営業の時間が長いのかなと思ってますが、食べてきましたよ。やっぱり、ね、美味しい美味しい、美味しかった。店内もね、混んでましたね。もう朝早くからやってんのも、あ、別にこれだったら納得だわって感じ。地元の人もたくさん来たし、観光客も多かったです。でね、ああいうめちゃくちゃ私うどん大好きな中でも本当に美味しいと思って食べたんですけど、でもね、こういう香川の地元のうどん屋に行くと大体そうなんですけど、冷たいうどんとか頼んでもあんま冷たくないんですよね。まあ、ちょっとぬるいなみたいな感じ。それがまあこういうセルフうどんの本格的なところだと、まあ、そうだそうです。まあ、一方でね、こんな感じ、昨日ご紹介したチェーンのうどん屋みたいに行けば冷たいやつは必ず冷たく出てきますんで、まあそっちの方がもしかしたら何でもなくこう硬いのを楽しむ人はいいのかもしれません。もっと何箇所も行きますけどね、朝早く食べに行った理由はお腹をその後空かせる時間を確保するためです。何箇所も食べに行くとすぐやっぱお腹に溜まりますからね、安くてお腹いっぱいになっていいんですけども、うどん巡りをするには、ちょっとね、ショーでないと困ります。
本日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は琴平行きの普通列車です。駅前のカプセルで寝てたら随分寝すぎましたが、まあ大丈夫です。今時間は朝の9時ちょっと過ぎたぐらい、9時半ぐらいかな。鴨川駅に来ました。駅前に面白い山があります。採石場が脇にあるから、もしかしたらなんかそれで取ってあんな形になったのかもね。ここから歩いていくと15分ほどのところに1杯100円で食べられる四国で一番有名なうどんなんじゃないかな、ガモうどんというのがあります。田舎道ですが、向こうを見ると瀬戸大橋も見えます。なお、この愛媛県、香川県なんですけども、こんな風にですね、今日も水があまり流れておりません。最近もずっと天気はいいようです。この香川県はもう全国一番、小さい都道府県であり、また水も少ないことで知られています。四国山地と、中国山地に挟まれた瀬戸内海は雨が少なく、それでもうどんをたくさん茹でるので、水は大量に消費する。2チャンネルでは、徳島から、水をどんどんと、まあ、猫ババするみたいな、そんな悪役として有名です。まあ、実際どうかわかんないですけど。で、着きました。こんな農道がちょっと進化したみたいな道に行列のできるうどん屋があります。これですね。行列が実際にできてる。まあ、回転早いんでそんな待たないと思います。店の中に人は入りきりませんが、外で食べても問題ありません。で、食べてきました。中もね、割と簡易的な建物、まあ、開放的な感じで、職人の方が汗だくになり、うどんを長い棒みたいなものを使ってかき混ぜています。前に行った時よりもかなり美味しかったですね。多分まあその時によってやっぱりうどん茹でたてかどうかとかね、その締めの具合とかが多少異なると思いますんで、あれなんですけど、だしとかをセルフで、うどんの温かい冷たいか、あと玉一玉二玉三玉かそれだけ選んで、あとは上から、だしを、部活の飲み物、タンクみたいな感覚で取り出すと。で、あとはそのままずずっと食べてさっさと出る。お店もそんなに混雑していない。まあ混雑はしてましたけども、回転が早いので待つことなく食べることができます。うどん一玉ね、私、100円って言いましたけども150円でしたね。で、二玉になると250円、三玉なら350円という仕組み。さて今日の予算は、5万2000再生ですんで7200円、ちょっとやっぱりね少なめですね。まあなんとかなる範囲ではありますけど少ない、でも大丈夫。これですね、ちょっと暑いんで休憩しようと思って来たんですが、うどん屋でございまして、タイムサービス10時30分までかけうどんのショーが150円。こんなチェーンのうどん屋じゃないかって思う方も多いと思うんですけど、まあ、香川県民は本当にうどんをたくさん食べます。青森県民が毎日リンゴ食べるかホタテ食ってるのが食べませんが、香川県民は毎日うどんを食べるレベルで頻繁に行くそうです。だからうどんのチェーンのレベルも高まるわけです。このうどん屋久々に入ったんですけど、まあ、天かすとネギ取り放題、生姜も取り放題っていうのはまあ普通ですが、さらにすだち、これ徳島の名物ですけどね、すだちもタダで取り放題なんです。そんなうどん屋見たことない、初めて。これで150円っておかしいんじゃない。しかもかけうどんは、通常あったかいもののみだそうですけど、冷たいのもね今の時期はやってるんだそうです。メニューには書いてなかった裏メニューです。ただちなみに今回は、まあ、それだけでちょっとと思ったんで、このナルトのわかめも注文してしまいました。こちらは70円でナルト名物の、ナルトじゃないけどね、かまぼこもついてます。あ、ちなみに紹介してなかったですけど、大根おろしも乗せ放題でして、それももちろんただ普通ね、トッピングで料金取ると思うんですけど、お金のかかるこの手のトッピングが、まあ、わかめぐらいじゃないですか。暑かったけど、たくさんうどんの出汁も飲んで、水もガブガブ飲みまして、水代の節約にもなったし、一旦これで逆方向に向かい、それから高松駅に戻ります。まあ、これはただ、ちょうどいい電車がなかったってだけなんで、あんま気にしないでください。水の降らない香川県ではこのように沿線にため池を見ることが非常に多く、まあ、これが香川らしい景色。水が降らなくてもうどんは茹で続けられます。まあそれがね、どの程度水不足と影響しているかどうかわからないんですが、列車の車内からもだいたい高松方向に向かって進行方向右側に2度ほど大きなため池を見る機会があります。ご注意ください。
泊まっていたカプセルホテルは通常のビジネスホテルなんで荷物預かりのサービスもあります。高松市内にもちろん数多のうどん屋さんがあるわけですから、まああいう伝統的なうどん屋とかはね、郊外の方に多いのかもしれませんが、まあ、そこら中にあるうどんで最後の一食を食べたいと思います。私釜玉うどんも結構好きでね、昨日の夕方も食べましたけど、最後はもう一回食べようと思います。ここはなんか釜玉うどん専門なのかな。いや、あのバター釜玉うどんっていうのね、私も自分で作った食べたことありますけど、あんまり美味しくできなくて、それが特に売りだそうなんで、あ、行列になってるわ。釜玉うどんにバターを乗っけたらなんかあそこが発祥らしいですね。他に高松市内だか、もしこの南方だったか、これ近くにともかく釜玉うどん発祥の店というのもあります。で、まあね、とても美味しいです。まず第一に、バターがなんかこう独特の風味でね、不思議なことに合うんですよね。で、それからあとはあの胡椒がかかってまして、それもまた不思議と合うんですね。美味しい。まあ、ただあの中盛りとか大盛りとかありますが、あのそれやるとね、釜玉うどん全般で言えることですが、あの飽きますんで、そこまでしなくていいかなと思いますね。あと不思議なことに、あそこはなんか人気店だったようなんですが、客層はね、あの大学生ぐらいの、私と同じぐらいの年代の人が非常に多かったですよ。なんでそんな人たちばっかりに固まるんだろうな、まあ、ちょっと行列してまして、あの旅の楽しみ方はまあ人それぞれなんで別にいいんですけど、わざわざね、なんかその食べログとかで調べたりとか、あのレビューの星の数とか見なくても、まあ、香川県内のうどん屋さんはどこも美味しいと思いますんでね、あのそんなに別に気にしなくてもいいと思う。あの昔聞いた話なんですが、丸亀製麺っていうのはね、この辺りの人にとってはもう非常にまずい食べ物だと、それで本拠地の、この香川県にも丸亀製麺は出店したんだけれども、たちまち追い出されてしまった、まあ、つまり撤退というわけです。まあ、それぐらい香川県民の舌が肥えているので、適当なうどん屋にぶらりと入っても大丈夫。別にね、そんな人気店にわざわざ行列作らなくてもどこで食べたって美味しいですよ。まあ、ただあのあそこじゃないと、あの釜玉バターうどんなんてのは、まあそう簡単にね、あのこの市内でもそんな変わったものは売ってませんので、その目的で並ぶのはありかもしれません。じゃあこの動画はもうそろそろこの辺で終わり、これから高松に戻った後は四国方面を目指します。特急列車乗り放題、本当に助かっています。帰りは近くの立林駅からちょうどいい時間の列車があるんで、これだったらタダで帰れる。今度やってくる列車は特急列車、普通だったら300円ぐらい余計に払わないといけないんですが、乗り放題切符を持っていれば高松までの短い期間でも乗ることができます。この特急列車渦潮14号には JR 四国の最新型2700系が使われているのです。これに乗るのをかなり楽しみにしていました。音も静かだ。乗り心地も良さそうです。ちょうどこの辺り、高徳本線は高い高架の上を走り、高松市街を一望しながら移動することができます。向こうに見えるあれがサンポート、昨日もご紹介しました高松で一番高い建物です。確かそうだったと思うんだよな。別に JR 四国も企業努力の一環なんで、まあ、悪いことしてるわけじゃないんですが、この2700系という車両はこのちょっと前にですね、2年ほど前に2600系で最新型車両を JR 四国が出していて、それで試しに、こんな車両どうかなやってみたらば、思いのほかちょっとそれでは性能が足りないということで、さらに高性能な車両を出しました。だからこれはね、前に乗った車両よりもだいぶ乗り心地がいい。車掌さんもそんなふうにおっしゃってましたね。いや、こんなにすぐ降りてしまうのがちょっともったいないですが、今度からグリーン車も連結した列車が運転されるそうで、それもかなり楽しみです。カーブではまたお決まりのように車体を傾けて走ります。